こんにちは、サニーの多彩な衣装。皇后の品格の主演であるチャンナラが演じたミュージカル女優サニーは、ドラマ内で様々なファッションを披露し、その変化と感情を鮮やかに表現しました。彼女は約100着もの衣装を着替え、その中でも特に印象的なものとして挙げられるのが、ピンクのドレスでのプロポーズシーンや、白いウェディングドレス、そして初仕事の際に身につけた黄色のドレスです。彼女はこれらの衣装について、それぞれに意味があり、サニーの人生を彩ってくれたと述べ、ファッションを通じてキャラクターの成長や感情移り変わりを表現しました。異色のシンプルでスタイリッシュな装い。シン・ソンロクが演じた皇帝異色のファッションは、シンプルでありながらスタイリッシュで、そのカリスマ性と威厳を引き立てていました。赤いローブでの即位式や、青いセーターでのデート、そして、サニーとの結婚式で身につけた白いタキシードは、特に視聴者に印象的でした。シン・ソンロクは、白いタキシードについて皇帝ではなく、一人の男としてサニーに愛を伝えたかったと語り、ファッションを通じてキャラクターの感情を深めました。感動と美しさを彩る衣装。撮影エピソードから見えてくるのは、俳優たちがドラマ内で身につけた衣装に対する深い思い入れと、その衣装が物語にどれほど深い意味を持っていたかということです。サニーと異色の感動的な瞬間や美しい衣装は、視聴者にとってドラマをより感動的で魅力的なものにしました。ぜひ、これらの素晴らしいファッションに注目しながら、皇后の品格を楽しんでいただきたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。